時にあの信長がですね上洛する時にここあのその当時 の、 あの木下藤吉郎が攻めたんです。ああそれでまあ観音寺城を落としたという。三つ栗はこれからまだ止まっていくんですか。そうですね、これが太郎坊の山なんですけど、ここからまあ尾根伝いに行くところなんですけど、はい、で実際太郎坊山って普段言うとのこの辺ですかね。いや、太郎坊さん ここです、ね、ここから、はい、まあ、ここですけど、うん、一回行って、はい、これはここから行けばもう積むしかないしね。そうですね低い山を持つけど結構高いんじゃないかな、はい、足利義昭の時代な